地蔵道平面図外側の中列は、こし柱で、その一軒内側の方三軒の部分が、三社。三社中央の後寄りに来号柱を建て、仏壇を構える。三社とこしの間に仕切りはなく、全体を、一続きの土間とする。昭福寺は、東京都東村山市にある臨済州県庁寺派の、全州寺院。三号は、金号山。本尊は、千寺千安。 観論。創建年代については不詳であるが、鎌倉時代中期に、鎌倉の県庁自創石京新月の解散により、創建されたと伝えられ、会期については、執権、法上時寄とする説と、法上時宗とする説がある。室町時代の大江14年建流とされる、地蔵堂は、建造物として、国宝の指定を受けている。禅修様仏殿の代表作の一つ。 お田歴の牧書から、室町時代の応援14年の建立と知られる。同時代の建築である鎌倉の円楽寺社理念と規模、形式が近似している。内部には、本尊地蔵菩薩像のほか、多数の地蔵菩薩の肖像が安置されている。入りも屋造り、武器、一重もこし付き。正面、側面ともに3軒の御社の周囲に1軒のもこしがついた形式で、 平面はほぼ正方形である。入りも屋作りの屋根の端部が反り上がった外観は、全州様特有のものである。内部は土間で、間仕切りのない一体の空間とし、天井は、木し部分は垂木をそのまま見せ、内陣中央は、鏡天井とする。石杖盤状に柱を立て、柱間にも組物を置いて爪組みとする。点、加藤窓、三、らと間を多用する点など、 構造、衣装ともに、全州様の特色が顕著に見られる。かやぶきであったが1933年の解体修理に際して、建築当初のこけらぶきに戻された。国立歴史民俗博物館には断面模型がある。鎌倉街道沿いにあり、外部は常時見学可能。年一回の地蔵祭には内部も公開される。ありがとうございます。